投影しながらラジオ聞いててください。家族なんですよ。だからうっかりがひょっとしたらあるかもしれないけど、しっかりというのは背中当てにあれば、絆は切れるもんじゃないんだなと今回の取材で思いました。古今亭その屋号やよ。篠原刑事63歳、中央区南6条西3丁目ウエスタン会館地下1階、日曜日お休み午後6時のれんがかかります。飲みたくなりましたか？食べるだけでもいいね。はい、酒は何種類も置いてあります。ちょっと太郎さん、たまにはね、パークへ泊まってったって時にちょっとこう出かけるといいですね。まあどうせずっと幸せでしょうけど。
が不幸中の雑誌に忍び込む。本当は口の中から言って、うがいしてから、うん、だから湿気はやっぱり与えておくのが一番いいんだけれども、よくそのフローター引っ放しだとか、バスタオルをそのベッドサイドで置いておくとか、いろんなこと言うけれども、マスクは一番いいよ。いや、本当に、ものすごく効果ありますね。慣れちゃった？慣れましたね。で、今やっぱり嫌だから、もう窓枠のこうマスク一つ必ず用意してる。あお客様もありがたいんだけど、マスクを自分のサイズをくださったりするんですよ、数少ないけど。でも、ジーンズのマスクはいいわ、寝るときの。うん、あと3枚しかないし、これ2つ。いや、家族だから、一応あと発信がしておいた。そういってものを、そうそうそう。お前さ、いやらしいだろ、ね、違うよ、俺は物をもらうという考えだよ。ネタある。どうよ。あるいは、ゆする。ゆする、余計よくない。でもね、大丈夫なの。俺がいただいても。うん、俺から強奪していく率の方が高い。よく聞いてやらせて。ありがとうございます。Thank you.
の道路方面や北部の日本海側で雲が広がりますが、雨の心配もなく晴れるところが多くなりそうです、はい、そして明日も今日以上に日差しは期待できそうです。特に南西部から東部の地方にかけては太平洋側を中心によく晴れて、気温の変化も大きくなります。体調管理に注意が必要です。明日は晴れますので。